話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。夏空第6週、雪原に愛を叫べの金曜日35話です。前回はなっちゃんが東京で漫画映画をやりたいんだと確信してしまった天陽くんが寂しさを押し殺して応援しようとしているのに、夏が漫画映画やりたいなんて言ってないと聞き分けがないので思わず、だったら行くなよがこぼれてしまった切ない天陽くん。その後スキー板を自作しながらその自分の言葉を思い返す天陽くんのお姿も最高にたまらないところでした。でも作り方は知らんとなぜかむちゃくちゃどやるところも最高、天陽くんもりもりの回でした。そしてテルお兄ちゃんに呼び出され、1対1で夏のこと好きなのかと聞かれての続きです。テルおに夏をどう思ってるか聞かれて、え？これが後ろ向きでも表情想像できるしと昨日いい気になって油断していましたが、実はここにふわふわ舞っている白い息が吉澤さんの結晶だと気づいてしまって尊さが100億倍です。続けて好きなのかに戸惑ったような、なしてですか、答えろよ。で、前回なかった斜め下からの天陽くんのアップ、ありがとうございます。記憶力が怪しいのでちゃんともう一回見てきました。前回は正面のままで戸惑いからちょっとムッとして逆に落ち着いた表情でした。テルオに向けた戸惑いの目線から自分の中のなっちゃんへの思いに目を向けたような変化に見えます。これを経て開き直った落ち着きになるのかもしれません。 0. 何秒かの眼差しだけでいろいろ思わせる吉澤さん、最高です。そしておのぼのしたオープニング明けに緊張感のある場面、ここで再びえから見せてくださいました。通算3度目、吉澤さんの3度目のえ、ありがとうございます。そして問題の2分30秒来ました。好きです、言ったー、好きです。さすがきっぱり言います。開き直ったというより腹をくくったかのような、テルを見て考えてこの人には隠さなくていいと判断したような感じ。寒い中しばらく閉じていたので開くときに抵抗する唇、偶然でしょうがこのパッと開かない唇もためらった感が出ていていい仕事をしています。この好きですという史上最大のお言葉の時にも吉澤さんの白い息の結晶がこの地球上に発生していて尊い。広瀬夏はこの時点で同じ質問をされてもおそらく自分の中ではっきりしていないですよね。天陽くんはもうすっかり思いを自覚してそれを抑えようと決めるところまで完全にまとまっている悟りの境地です。あまりにストレートに好きですというので聞いたテルオの方がちょっとうろたえるところが良い。だべで新しい絵をいただきました。最初の絵はちょっと戸惑ってごまかそうかなっていう感じもありましたが、2回目の絵は本当にこの人何言ってるんだっていう感じのコンパクトさが良いです。夏に告白しろと一方的に言い募るテルオに、なしてですか、一応相手は目上なのでちょっと笑いながら気を使って言おうとはしていますが、口元と小鼻のあたりに力が入っていて抵抗していることを感じます。テルオも大変ですよね。兄貴だからと繰り返すテルオをいつもの観察眼でじっと見る天陽くん、何を察したか分かりませんが何かしら察した感じです。吉澤さんはこの時天陽くんがどこまで察したと思って演じていらっしゃったのか、いつか聞いてみたいです。好きだけど言えませんの後、初めてテルオから目をそらし寂しげに目を伏せてため息一つ、天陽くんのため息、天陽くんのため息、プライスレスです。言うとなっちゃんが夢を諦めるかもしれないから、いい
化をしますね、吉沢亮。目線の落とし具合、口元の心細さ、胸を締め付けられるような切ない表情、これらを構成する綺麗な二重、伏せた長いまつげ、スッと通る形の良い鼻、綺麗な肌にぷっくりと赤い唇、こうして上げていくとまるで白雪姫です。この世で一番美しいのは吉沢天陽くんですよね、鏡さん。なっちゃんの夢については、下を向いて耐え、噛み締めるように、これ以上は言えませんと。なっちゃんが最終的には柴田家の人たちに打ち明けて東京に行くことになるというところまでもう見えちゃっている天陽くん、半端ない。一言ずつきっちり唇を閉じるところが、言わないぞ、という感じですごくいいです。テルオに夏は天陽くんと一緒になりたいんだろうと言われて、苦しい。わかりません。これは苦しいですね。自嘲気味な口角と逃げるように反らした目線が苦しくて素晴らしい。なっちゃんの気持ちがわからないと頬を歪める天陽くん。自分の結論は出ていますが、やはり揺れますよね。テルオがまずはお前の気持ちだと詰め寄り、うつむいてもう一つため息。天陽くんの天使のため息もう一つ。背の高いテルオに詰め寄られて困ってうつむいてため息をつく姿はなんと完全に乙女です。乙女沢亮さん素敵です。ここで勝負を言い出すテルオ。これ最初は本当に意味がわからなかったですね。乙女な天陽くんに見とれててよく聞いてなかったというのもあるんですが、テルオが勝ったら天陽くんが告白する。天陽くんが勝ったら天陽くんはなっちゃんを諦める。っていうのが全然等価交換じゃないというか、むちゃくちゃわかりづらい。大会中もどっちを応援したらいいかよくわかんなかったです。クレームではないのですが、私の理解力の問題ですいません。そういう繊細で複雑な心境の若者ということかと思います。テルオが勝ったら告白しろと言われて、じっと観察する天陽くん。さっきの迷える乙女からまた意志の強い天陽くんになりました。テルオが立ち去った後もしばらく自分の内面を見るような、そこにいない夏を見るような遠い目でじっとしている天陽くん。どんなことを考えてるんだろうとすごく想像をかきたてる表情が天陽くんの天陽くんたるところですよね。素晴らしいお芝居って見る人によって、同じ人でも見るタイミングによって違う想像が広がる余地があるというのがすごく大事なところだと思っていて、古典として生き続けているものはみんなそうだと言われています。天陽くんのお芝居にはそういう余白があって、丁寧に言葉を届けて相手の言葉を受け取って、心境の変化も薄布を重ねるように繊細につないで見せてくれたかと思えば、こうして彼の胸中やいかにと想像する余地を十分に残す。天陽くんと吉沢さんの内省的な共通点がすごく良い方に働いたのかなと。良い芝居を見られるという興奮にゾクゾクして、心からありがたいなと感謝しております。というところで、なんと今日はここまで。明日、スキー大会のところ見ていきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。